小畜蒲田撮影所、小畜蒲田撮影所、小畜蒲田撮影所、1920年6月開所から1936年1月15日、閉鎖は、かつて存在した、日本の映画スタジオである。大正期から、戦前期にかけて、松竹キネワの現代劇映画のスタジオとして稼働。通称、小畜、蒲田。初期は、 ハリウッドから技術者を招いたり、スターシステムを導入するなど、日本映画黎明期をリードする撮影所となった。木戸史郎が撮影所長になってからは、通称、鎌田町と呼ばれる作品を連発し、一時代を築いた。小津安二郎や成瀬美みを、田中絹代、高峰秀子等の映画人を輩出し、国産初の本格的陶器映画を生み出したのも、同撮影所である。 1919年、大正8年3月15日、演劇工業会社であった、松竹合名会社は、白井慎太郎、松井松葉、市川猿之助、山森三九郎、田中良の5人を、欧米劇会の視察に派遣した。同年8月に、市川、山森、田中が帰国したが、白井と松井は、ユニバーサル社を視察し、10月末に帰国した。 かねてから映画会進出を考えていた社長の大谷、竹次郎は、二人から海外の映画事業の活況を聞き、本格的に映画事業に進出することを決意した。1920年、大正9年1月、大谷をはじめ岡尾仁太郎、松井松場、田口桜村の四市の協議で映画事業創立の計画が成立され、築地の小畜合名会社本社内に、 松竹キネマ合名社創立事務所を置いて準備を進めた。松竹キネマのキネマの名称は新しい映画を作るイメージから岡鬼太郎が名付けた。2月11日、東京市京橋区築地三丁目9番地に松竹キネマ合名社を創立して映画制作、配給を発表、新聞市場に従業員と撮影所用地の募集をした。当時の職生は社長に 王や副社長に白井慎太郎、総務に松井、理事に田口、吉田勝美、支配人に玉木蝶之助という顔ぶれだった。三月二十二日、アメリカから技術者を招平するために田口桜村と玉木蝶之助をアメリカに派遣。セシルビー・デミルの紹介でカメラマンのヘンリー、オタリオ昇平、他に大道具技師のジョージ・チャップマン、チャップマンとも 田中金野の二人を招き入れることにし、撮影機材を購入して田口と山崎は6月初旬に帰国した。また、4月1日には小引町の歌舞伎座の裏手にある芝居座や梅林の2階に松竹キネマ俳優学校を開校し、市村座から昇平された幼い香流が校長となって俳優の養成を行った。同校の卒業生には鈴木伝明、 伊藤大輔らがいる。撮影所は、沼津の千本松原などが、候補地に上がったが、交通が便利だという理由で、蒲田に決まり、東京府江原郡蒲田村、現在の東京都大田区蒲田5丁目の中村科学、研究所の跡地9000坪とレンガ作りの事務所一棟を、買収し、グラスステージとダークステージを、それぞれ一棟ずつ建設、俳優学校もここに移した。 撮影所は6月25日にオープン。専属俳優の雇い入れも行い、諸口19、岩田祐吉、勝美洋太郎、関根徹初、柴田善太郎、川田吉子、三村千代子、花柳春美らが所属した。同時に、植生も発表された。撮影所の植生は、以下の通り7月19日、ヘンリー・オタリと田中金の ジョージ・チャップマンの3人が日本に到着。ハリウッド流の撮影、照明、編集技術を伝えた。青い川道夫の回想では3人が着任するまでの撮影所は本物の映画制作の術を知らない半数通の人たちが制作にかかったようなものであったという。11月1日、鎌田撮影所設立第一作となる短編映画、島の女がイタリア映画の 主のオシリスと共に、歌舞伎座で上映された。島の女は、山崎志向の原作をもとに、小谷が撮影したもので、クローズアップやカットありなどの技法が用いられた。本作はあくまでも歌舞伎座だけの特別上映であった。ため、一般に出回った実質的な第一回作品は、小谷監督、伊藤大輔本による申請となった。一方、 撮影総監督兼俳優学校長の小さない、カオルは芸術性をメインとした帽子のバラと光に立つ女を作るが、バタクサイなどの理由で評判が良くなく、前者は公開を見送られてしまう。結局、映画界の革新を図った小さないらと商業主義派の監督たちとは、そりが合わず、11月に小さないは、松竹キネマ研究所の所長に任されて、 映画制作を行うこととな、同研究所は翌年に解散し、幼いをはじめ、所属者は撮影所に戻っている。1921年、大正10年4月28日、帝国活動写真株式会社を、松竹キネマ株式会社に改称し、松竹キネマ合名社を、吸収合併した。同年4月29日、ヘンリー、小谷監督、脚本、撮影の、 グビジンソーが公開された。この作品は、新小安の海岸に中国風の大城剤のセットを作り、多くの人数を動員して幸運と流頬の合戦場面が撮影された。主演の栗島す子のデビュー作でもあり、この映画のヒットとともに、栗島も蒲田を代表するスター女優となった。グビジンソー公開後、 撮影所長の田口桜村が本社の貿易部に引き上げられ、代わって野村カオルテが監督と兼任で撮影所長に就任した。シンパ出身の野村は、シンパ的題材の作品を制作路線とし、これらの作品は大衆に大受けした。この路線変更によって、ヘンリー、オタリ、田中金の、幼いカオルラは小畜を去っている。また、 スター第一主義の制作体制を行うため、スターシステムを導入し、クリシマスミコ、川田ヨ子、佐月信子、ノ作子など多くのスター女優が誕生した。野村は、過去残務と共に、多くのシンパ的悲劇映画を作っていくが、伊藤大輔脚本で撮った、清水次郎長、1922年と、女と海賊、1923年では、 新時代劇映画と銘打って、急劇映画に現代劇俳優を出演させるなど、従来の歌舞伎町の急劇映画とは異なる、写実的な時代劇映画を作った。また、池田義信は、後の妻となる栗島を主演に、多くの上話物を取り、その中でも1923年、大正12年に1月8日公開の交代映画、先導交代、共演、岩田裕吉は、大ヒットを記録した。 牛原宇津彦は、妻の三村千代子を主演に、鑑賞悲劇を多く取り、センチメンタル牛原と呼称された。一方、島津安次郎は、ハウプトマンの、千路版テールを本案した、山の千路版等の作品で、写実派の監督として評価された。1923年、大正12年9月1日、関東大震災によって撮影所は壊滅。 東京での制作が困難になったため、京都市の松、竹下鴨撮影所を建設して、ここに拠点を移した。野村を、はじめ多くのスタッフ、俳優が京都へ移ったが、島津安次郎ら少数のスタッフが蒲田に残った。そこへ代理所長として赴任したのが、木戸志郎だった。木戸が京都へ移転した中、木戸は、島津らと蕎麦屋の娘、お父さんの制作に協力した。 翌1924年、大正13年1月に、鎌田での映画制作が、本格的に再スタートするが、7月に、野村が、下鴨撮影所の所長に移動、2年後鎌田に復帰し、劉作子、清水博大久保忠元、河村霊吉、滋賀康夫らが野村と行動を共にした。それにより、木戸が、鎌田撮影所の所長に就任した。戸は、 従来の進化的な路線やスター優先の制作体制を廃止、明瞭で健康的な近代的感覚の映画作りを目指した。監督主導の体制を採用し、母性愛を主とした女性映画の制作を推進させ、青春映画や喜劇映画を路線に加えて、庶民の日常生活から題材を求めた小市民映画をスタイルとして確立した。これらは、 鎌田町と呼ばれ、後に大船に撮影所が移転してからもスタイルは引き継がれ、また、木戸はシナリオの重要性に着目し、脚本部を強化した。島津康次郎は、サラリーマン喜劇の日曜日で鎌田町の先陣を切り、写実派として、嵐の中の処女、1932年、隣の八重ちゃん、1934年などを発表。牛原彦は、 鈴木伝明とコンビを組んで、迷路快活な青春映画を制作して、人気を得た。五所平之助は、からくり娘、1926年や田中絹代の主演で、伊豆の踊り子、1933年、人生のお荷物、1935年等を発表。清水博士は、若旦那シリーズなどの娯楽映画を撮り、ロケーションを多用した実写的作品で後に評価された。 小津康二郎は、東京の合唱、1931年、大人の見る解放生まれては見たけれど、1932年、などの喜劇作品を撮り、鎌田を代表する監督となった。また、ナンセンス喜劇と呼ばれる、スラップスティックコメディ映画を意識した、短編喜劇映画も作られ、斉藤虎次郎らがその分野で活躍した。やがて、ドバシタケ 春尾兄弟が撮影所内でトーキーの研究に取り組み、1931年昭和6年8月1日、五所平之助監督のマダムと女房を国産初の本格的トーキーと銘打って帝国劇場で公開した。トーキー化に伴い、町工場の騒音の多い蒲田では撮影日支をきたすようになり、1936年昭和11年1月15日、 神奈川県鎌倉郡大船町、現在の鎌倉市大船の小築大船撮影所、現存せずに全農を移転する。同撮影所は閉鎖、高砂高梁工業に売却され、16年の小築、鎌田の歴史に幕を閉じるが、この地で制作した映画は1200本を超えた。現在、同撮影所の跡地には、大田区民ホールアプリコが建っており、 同館地下1階には撮影所の模型が展示されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。